はい、どうも、イサップです。プルス。で、今回はね、まあ、久しぶりのゲーム実況なんで、まあ、リハビリみたいな感じで、これ、あ、こんな昔なの、これ。あ、そっか、まあ、1年ぐらい前か。まあ、1年ぐらい前に作ったコースをね、実況していこうと思います。これはね、もう、コース名の通り、ひたすら、こいつ上に今いるんだけど、上にいるやつの、出したボールに、あ、やってた。ボールに乗ってね、進んでいくコースなんだけど、これがね、相当むずくてね、今もだいぶ慣れたからあれなんだけど、なんか、これ最初作ったらね、休校期間中なんだよ。あの、1年ぐらい前の3月ぐらいに、あったじゃん、校内さ。それでさ、暇でさ、いや、本当はできるべきは進化かかったんだけど、まあやりたくなかったから、ずっとこれ、やっとったね。もうそのおかげで今こんだけなりたいけどね。初めてってやるとね、全然これでできないんだよ。いや、まあゲーム前したらできるかもしんないけど。あ、それでね、もうずっとやってるといろいろ発見があってね。まあまずここにいると弾かれる。このボールはね、反発力が強いんだよね。普通のマリオでもこのボール出てくるんだけどさ、あの他の中ボスっていうのか、あれは、あ、まあワールドボスか、他のワールドボスがさ、魔法弾で攻撃してくるんだけどさ、こいつあいつだけさ、ボール射してきてさ、ボール自体にダメージがないんだけど、ボールに当たると弾かれて穴に落ちるっていう、まあそういう感じの戦略だからね。まあボールに反発力ないと成り立たない。よし、まあ今みたいな感じでね、いい感じのタイミングジャンプするとマリオが声を張り上げながら、体操選手みたいなジャンプをしてるんだよ。あれがね、いやでもこれすごいよね、これ。やっぱりマリオメーカーならではのコースっていう風に、自分では思ってるんだけど。まずこのさ、ボール乗った時にさ、ペロポンって跳ねる音がさ、普通にマリオしてたらなかなか聞けないんだよね。体操選手みたいにジャンプするマリオもそうだし。あと、今できるか、これ。あ、今できんか。まあ、後で見せるかな。あ、今ね、タイミングがいいとね、もう、大砲とボールがぴったり重なる。まあ、本家で立食でいうところの回帰してくれた感じなんだよね。いや、すごいよね。ボールに乗ってる大砲を当たらずにぴったりと人を通り過ぎていく。いや、もう、芸術的な美しさ。感じるよね。感じるよね、あれ。やばいね、一番いいとこまで来た。あ、もうこの辺の弾幕すごいんだよな、ほんと。ああこれはすごい。もうこのハイヤーバートね。あ、で、今見えてなかったけど、バブルもいてね。あの辺はね、もうほんとに弾幕みたいな感じで、ね。あーち。たまになる。たまになる、これ。もう今の行けたらでかい。あ、ちょっと、何あー、もうあれが。たまにね、このボールを蹴った時に前面に押し、前面じゃ、こ、後ろに、ね、押し出されると気があって。あれでね、もう、あれだったら無理だよ。あー、ハイアバーが。いけるか、いけるか、これ。あー、バブルが飛んでる、バブルが飛んでる。あんまりね、あれ、当たることないんだけど、一応上にも羽を返してバブルが飛んでるんだよね。あれに当たることはまずないんだけどね。あー、もうここカオスだよ、マジで。あのね、でかいメカクッパーがね、いい感じで画面を圧迫してるんだよ。あ、いいとこまで行け、いいとこまで行け、いいとこまで行け。あ、ちょっと違う違う違う、それは違う、それは違う。今のは間違えた。今は踏むべきだった。踏んでジャンプするべきだった。おい。おい。ほー、やってきたー。最後の方はね、まあさっき弾幕見せたからいいかなって思ったんだけど、あ、まあいいや、旗取ったから。うん、そう、もう、最後の方は実はね、ボール乗ってくよりね、あの上の方のね、あのでかいやつをね、踏んでった方が早いんだよね。早いっていうか、そうじゃないと大体クリアできてるって。そんじゃ、ボス戦いきますか。はい、まあさっきボールを投げてたやつですね、この左上にいるやつが。まあこのステージはなんとなく、いやもうね、基本的にむずいし、そもそも、マリオメーカーを、あんまり、
人気出なくなった後だったから、このコース作ったのが。もうボス戦まで来てる人いなかったんだけど、コース公開した後も多分いないよね、これボス戦まで来た人。まあ、こうやってね、あのミサイルを使って氷を破壊して下に進んでいくっていうボス戦なんだよ。あ、ちょ、まあ、こんな感じでね、ボールに弾かれて穴に落ちるんだよ。あ、そうするとね、こいつがね、ふわーんってもうこんな怠けた顔して弾かれて、あの溶けるやつが終わり。まあそういう感じだね。よし、じゃあいくか。どうやってやるんだっけ。ちょっと待って、やり方を忘れた。あの定石があるんだけど、大体。よし、来て来て来て、こうやって上に来たらしゃがんで、はい、こう、ほい、でこれで爆発。よし、こんな感じでこういうどんどん壊していってね、下に進んでいく。鉄みたいに置いといても分かったかな。はい、あ、これはダメだ、もうダメだ。これ大体このだけチビだったらもう終わり、無理。あ、ちょうどいい、いい、いい。あ、ミサイルが下がってくるか。今レミすごい力んどったな。あんないい絵撮れたの初めてだ。できれば最初のやつは大体ここのね2個壊せたりするんだけど、壊せなかったね。ここはパンチアップ、こんな感じで、ああ、いけなかった。こういう感じで乗り越えるのがあのボードが最初は理想。毎回うまくいくわけじゃないでも。よし、はい、来る。上からのミサイルが来るから、これをしゃがんで避けて。あ、じゃあやばい、あー踏んじゃった。あれ、また来た、上からのミサイルまた来た。で、これで爆発。あんま削れんかったな。よし、よし、今のキープ、いいね、いいね、いい回避、いい回避。あれってね、くぼみができるとね、ボードを回避できるな、からね、だいぶ強い。あ、よしよしよし、反対側に押してくれたボールが。はい、これ返して、上に上がって、こうやってミサイルがね方向転換してる間はその場合とどまり続けるから、その時間で時間稼ぎして爆発させる。そうやってやっていくとどんどん下に行けるっていうわけです。あー、違う、これは違う。なんだよ、あんまりさ、端の方にさ、爆発させるのよくないんだよ。真ん中の方に爆発させていかないとさ、安定しないんだよね、全然。あ、ちょっと待って。あの、今はムササビがあるからいいんだけどさ、なんで、あのね、この後ね、どんどん下の方行くとね、あの赤いやつがね、出てこなくなるんだよね、あの赤クッパが。そうした時にね、上に戻られた感じだけど、壊しすぎるとムササビないと漏れなくなるから。あ、積んだ、あ、これもうダメだ、はい、もう積み、多分積みも、あ、あー、もうどうなんだよ、氷ブロックの破壊の仕方を考えないと積むんだよ、あれ。いや、ステージとしてどうだろうって話なんだけど、それはうまいこと真ん中ら辺を破壊させていかないと復帰しにくいから。いい感じで真ん中破壊できた。まあ、とりあえず使えない、下からのミサイルは使えないので、踏んでどんどん消していく。よし、これは微妙だな、使えるかこれ。あー、そっちの方向にダメだ、ダメだ。あれがね、下方向に方向転換したらかなり使えるんだよ。まあその辺はね、もう本当にうんとしか言いようがない。実際は多分あるんだけど、そのミサイルの鼓動がどういう風に上がっているのは、まあ、自分のエリーツとかに決まるんだけど、まあ狙っているのはなかなか難しいから、あ、できたできたみたいな、そういう感じ。よし、あー、しよしよしよし、あー、ちょ、やばい、右に添えてきてる。真ん中を軸にしてどんどん掘り進めてほしいんだよ。よし、こっちの端の方に行って、それでこの辺に対空すれば真ん中で爆発してくれるはず。よし、
ここは当たらんだろ。ジャンプ当たらん。で、ジャンプ。いや、ムッサビが後でこういうのができるからね。だから、なるべくムッサビを温存したい。お、いい角度、いい角度、いい角度。ミサイルは方向転換してるときは一番止まるから、方向転換させることが重要。よし。あえてリードできた。これはまあこうか。いや強いや、ムササビジャンプ強いわやっぱ。たまにボールファイト落ちてくるんだよね、どこから来たっていうやつ。いける、よし、いったいったいった。おお、ちょっと待って、やばいで一番いいかもしれん。こんなムササビマリオを温存できたことやばいない。ほっ、あ、これ一旦じゃない、もしかして。おーし、かーボスセットパ。うん、まあ最後はねこんな感じで、まああのナミが自爆死っていう。あ、やべ、あ、やべ。まあそんで最後にボム兵たちと一緒に沈んでいく。よーし、かー。あ、これタイム残らないんだ。ちょっと皆さん、やりに来てください、このコース。いや、もう誰もクリアしてないんで。まあ、マリオメーカー自体がもうね、もうだいぶ前のゲームなんで、あんま遊んでないんでしょうけど、人が。はい、コース ID N7VNRKX50。はい。まあ、遊んでください。ぜひとも遊んでクリアしてください。はい、というわけで、今回はここまで。それでは、また、この